カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる。今日は2019年9月24日火曜日です。えー、っと、連休明けでね、皆さん、うん、ちょっと、かったるいなと思いながら、ね、お仕事されてる方もいらっしゃると思いますけれども、えー、今日はね、昨日と、引き続きというかね、 暑いですね。今はこの辺で32度ぐらいありますね。うん。あのー、やっぱ、なんか台風がね、えー、熱帯性低気圧に変わった後、ね、やっぱ、ちょっと暑さがぶり返してきましたね。うん。でもね、空は、あーもう、雲はね、秋の雲ですね。うん。天気良くて青いですけどね、ちょっと、 と空が高いかなっていう感じ。若干してますけどね。うん。で、えー、っとね、今日の体重の増減です。パンパカパンもないよね。うん。あのー、ありがとうございます。またマイナス 300g ですので、この間からートータルマイナス 100g。ちょっとだけね。 ちょっとだけスリムになった感じしませんしませんかね。そうか、ないよね。ね。焼け石に水みたいなもんだよね。<laughs> まあでもね、この100グラムが100、えっ、ー、と、10回重なると1キロですからね。それが100回かか、重なると10キロですからね。あの5キロのお米の袋が2袋分ですからね。まあちょっとバカにならないですよね。あのー、なんていうか。 尻も積もれば山となるじゃないですけど。うん。だから、ね、ちょっと、なんていうか、頑張ってね。うん。少しずつ少しずつね。なんか天気がいまいちというよりかは、光がすんごい差してきましたね、なんか。でも、光の角度がね、ちょっとね、えー、夏よりはね、低いところから刺してきてるから、西日風にね、私のところ刺してます。 うん、大丈夫かな後でちょっと見てみよう。なんか、白飛びしてるかもしれないですね。うん、で、えー、っとね、体重は今の通りですね。もう体重、体重ってね、うん、怪獣じゃないんだからね、うん。で、えー、血圧は上112、下56、脈、う、162、ん、16 まあ、正常です。正常です。ね。えー、おかげさまで、えー、血圧の方は、ね、正常に保っています。ねでね、ああ、そう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 。えー、っとね、実はね、明日の、夜の8時半から、えー、ツイキャスって皆さんご存知でしょうかツイキャスでね、えー、 お友達の女性の方とね、ちょっと番組をスタートすることになりましてね、えー、タイトルが、えー、チャンネル575っていうね、タイトルなんですけれども、で、今からね、ちょっと打ち合わせをしようということで、えー、ちょっと待機中なんですよ。うん。なのでね、えー、この後、まあ、 詳しい話というよりか、大まかな流れどちらにしても初めてなのでね、明日がスタートなので、もうグダグダになるのは分かってますけどね、ちょっと、うん、あの、大まかな流れだけは、決めておきたいな、ということで、この後、打ち合わせに入ります。まあ、打ち合わせだって言ったって、ね、スカイプでお話しするだけですけどね、うん。みたいなことでね、えー、今日のジジードドイック行ってみたいと思います。今日のジジードドイック。 明日はいよいよ番組返し、今からちょっと打ち合わせ。明日はいよいよ番組返し、今からちょっと打ち合わせ。ね。えー、っと、最低限ね、えー、決めなきゃいけないこととかね、一応流れみたいなことをね、最終打ち合わせしとかないといけないなと思ってますんでね。うん。まあ、どうなるか、もしよろしかったらね、URL とか、 えと、貼れるのかなうん。貼っときますのでね。えー、興味のある方は、あ覗いてみていただければなと思います。えー、最後までご視聴いただきましたありがとうございます。いつものようにお目汚し、お耳汚しではございますが、また明日もね、えー、やりたいと思いますので、えー、よろしくお願いできればと思います。ではではまたまた、バイバーイ